ベンチャー企業が開発したこのロボットは、竹馬のように人が乗り込むタイプです。電力などは使用せず、自力で手足や指の先まで自由自在に動かすことができます。高さが 2.8 メートルありますので、非常にダイナミックな動きです。このように握手もできてしまいます。重さは40キロありますが、設計段階で IT 技術を活用し、乗る人の負担を軽くし、1時間程度連続して操作できるようにしたということです。通常の人間の2倍の動きが可能なため、エンターテインメント分野などでの活用が期待されています。